はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。とっとこハム太郎です。さあ、本日なんですが、遊戯王界の、とっとこハム太郎こと、マスターオブハム、これ使っていきたいと思います。お前ダリアネンモンスターヒット候補。このモンスターなんですが、どういう子が持ってるかっていうと、リバーステーマを救済するっていう謎モンスター、融合モンスターってまして、獣族モンスター係りで作れる、レベル5の、融合モンスターになってます。このカードが融合召喚リバースした、場合に、自分の手札デッキからリバースモンスター一体を裏側を示す表示で特殊召喚するよという効果。そしてこのカードが墓地に存在していると、自分のフィールド墓地からリバースモンスターに対応して、裏側で特殊召喚できるという効果がありますと、謎にリバーステーマを救済しているんですよ。はい。で、これ問題なのは、これレベル5の融合モンスターなんで簡融合でめっちゃ簡単に出せるんですけど、マスターデュエルはなんか手がつく激ヤバデッキのせいで簡融合が禁止になりまして、まあ、簡融合がないということなんですね。だからお手軽に出す方法があんまないんですこれで。このモンスターを出す方法はもうほんと獣族モンスターで融合するしかなくて、基本的にはですよ。だからまあ、いろいろ出し方はあるんですけど、まあ、モンスターをいっぱい並べられるテーマだったら、例えば、プロキシ F マジシャンを使って出す。あと、キマイラフュージョンとかが使えるのであれば、獣族、モンスの融合モンスターでキマイラフュージョンとかで出すとか、いろいろ動きがあります。で、今回採用しているのは、スケアクローというテーマ。これ、獣族モンスターがいっぱい並ぶテーマなんですけど、ここの展開力を使って、盤面に並んだ獣族を、プロキシ F マジシャンで融合していくという、そういう、構築にしています。これ、いろいろね、キマイラとかもいろいろ試したんですけど、結局、なんか、ゴミが一番デッキの中に少なくて、で、最悪マスターオブハムを出さなくても戦えて、まあ、割と環境的にもやれるデッキ何かなって思った結果、スキアクローだったんですよね。で、スキアクローはもうほんと、とりあえずリンク値をなんかめっちゃいっぱい稼げば、まあ結構出るんで、マスターオブハム自体は。で、リンク値使って、マスターオブハムから出してくるモンスターがデックス、エクスクローラーってやつなんですけど、こいつリバースモンスターでなんかリバースしたら、まあ、スキドレみたいになる状態になる最強効果なんですね。相手のフィールド上だけ、相手だけスキドレみたいな感じのこのエクスクローラーを、まあ、イゾルで絡めた AD チェンジャーでリバースするか、またはバレルガードドラゴンでリバースするか、まあ、これですね。正直勧誘号あったら早かったと思う。もっと勧誘号返してデュエルスタンバイ。いや、勧誘号がね、あればもうちょっと簡単なんだけどね。勧誘号がないとちょっとね、大変です。非常に。展開をするとか、マスターオブハムを出すのがめんどくさいんだよな。一応なんかキマイラとか使っても、獣族まあまあまあいるんで、まあワンチャンあるかもしれないんですけど、ちょっとですね、なかなか難しいところがありまして、他になんか獣族で展開できるデッキってあるかな。まあ、鉄獣とかだったらいけんのかな。まあ、結局なんか勧誘号がないとシンプルに獣族2体で融合するしかないんだ。お邪魔とかでもいいな。お邪魔お邪魔キング出すお邪魔デッキあるじゃないですか。あれあいつら全部獣族なんで、お邪魔ブルー、お邪魔イエローとかで一応、マスターオブハム出すとかはできますあまりにゴミデッキだけど、あまりにゴミ、なんかすごいモンスターめっちゃ展開できそう。これめちゃくちゃ展開できそう。ちょっと待ってくださいね。これね、まあなんかモンスターが余ればまあなんとかなるんで、余らせつつみたいな動きになるんだけど、これ強引にとりあえず強炎の剣士を出しに行きまして、イゾルデをとりあえずしに行く感じになりますね。イゾルデしてからクロシープしてとかなんのかな。クロシープする必要もねえか今回は。イゾルデ出すでしょ。でイゾルデで、はい、イゾルデ何するかっていうと、AD チェンジャーを本当にリクルートして墓地に落としただけなんですよ、これマジで。本当それ以外の、それ、がしたいだけです、はい。で、スキアクローからの、イゾルデ、で、特殊召喚するのが AD チェンジャー、これあれですね、正直し変更するやつです。で、まあ、スキアクロー展開しつつ、はい。で、こうするっしょ。で、これで獣族2体になったから、獣族2体を、融合すればいいので、スキアクローノバ発動して、ベロネア出して、で、これでベロネアの、これちなみにスキアクローの課金モンスター全部獣なんですよ。
だからここでプロ騎士出すじゃないですか。プロ騎士 F マジシャン出して、こいつがあの融合内蔵効果持ってます、フィールドのモンスターで。でプロ騎士 F マジシャンの効果発動する、プロ騎士 F からの、マスターオブハムで、マスターオブハム融合召喚成功時効果、デッキからリバースモンスターをリクルート謎すぎるで、マスターオブハムの効果、あらららデウス X クローラー特殊召喚かっこ裏趣味。そしてですね、ちょっと待ってくださいね、色々できるんですけど、スケアクロまだ出さなくていいか。これクショトリラバース発動して、ユニコーン特殊召喚しておいて OK で、ここでフィールド上のモンスター3体でスケアクロトライヒハート、リンク値あまりにもったいないけどね、これトライヒでいい、もういいや。なんかあのマスターオブハムとかもちなみにあのデウス X クローラーをリクルートしてきたら特に仕事はもう終わってるんでもう仕事ないんで。で、スケアクロートライキハートの効果によって、ベロネアを回収じゃなくてもこっちでいいか、これ特殊召喚しつつ、はい、で、回収すんのが、アクロアかなんかでいいかな。で、アクロアも一応特殊召喚しておいて、でさらに、AD チェンジャーの効果と AD チェンジャーでデウスエクスクローラーを表側にして、でさらに守備になると、はい、でこれでエンドフェイズです。こうすると何が起きてるかっていうと、デウスエクスクローラーの効果によって相手がフィールドで発動したモンスターの効果が全部無効になるという効果と、相手が、出してきたモンスターが全部守備表示になって、で守備表示のモンスターが発動した効果はスキアクロートライハートでは受けないと。なんか二重に隙取りかけてるみたいな感じですかね、イメージ的には。だからどっちかに無限包囲を打たれても、まあなんか結構いけるみたいな感じです。はい、すき焼きのトライヒガートを無効にしても、あ、こっちも無効ですよ。まあデウスエクスローラー無効にしてくるとは思うんですけど、ね、基本的には。はい、でユニコーンの効果によって霊獣か、まあ、リンクモンスターしょっておくか。一応トライヒガート君がリンクモンスターだけ耐性ないんで、まあ、リトルナイトしょっといたら多分大体大丈夫じゃないかな。ちなみに発動する効果じゃないんで、バグスカで無効にはなりません、別に。デウスエクスクローラーは。さあ、どうしますか？ちなみに、バグスカに対して、スキアクロー結構強いですからね。お、融合、何？勇者だな。融合してくるか。あー、橋本カンナホーク。これ橋本カンナホークの効果全部無効だよ。あ、それフェーズ発動しか無効。それ無効だよ。大丈夫。それ無効、無効、無効、無効。全部。デウスエクスクローラー舐めんな、マジでお前。デウスエクスクローラーのテキスト読め。トトコ走るよハム太郎、大好きなのは空想デッキディファングに増殖する G だと。なかなかやるな貴様、分かり手か。スキアクローはちなみにあのチェーンに乗らない特殊召喚なので、増殖する G をあの早めのタイミングに投げた方がいいと言われてますね。で、これでスキアクロベロネア出しまして、でベロネアの横にベロネア出して、でここでまず一旦スキアクロを、ライトハートを出しまして、ライトハートだかライヒハートだかトライヒハートだかさ、あの分かんねえけどさ、アライズハートだか、なんかハート多すぎなんだよな。クリスタルハートだか、クリスタルハート、ライトハート、ライヒハート、トライヒハート、ライズハート、アライズハートハート多すぎやねんこのゲーム。で、あ、ちなみに、一応普通にスキアクローとして戦うこともできるように組んであるので、なんで、まあ、手札的になんかちょっとあんまり、かんばしくないというか、マスターオブハム出せないなっていう時は普通にスキアクローと戦います。はい、シンプルに。まあ、今回は出しに行けそうなんで、ニビル飛んでこなければやります。で、ライヒハート。あ、ちなみにニビルの、耐性一切ないんで、この展開。ニビル撃たれたら、左上の鍵ボタンを押して赤いボタンを押してください。はい。で、ライトハート、からの、はい。で、ライトハートからの、ライトハート効果発動して、これもう一回出すとライフォビアね、次のターンのやつ、サーチしておけるんで、これ先にやっといた方がいいですね。で、これエクストラモンスターゾーンに出ないとなんか効果発動できないんで、ライトハートさん。でですね、ここからはどうしようかな。今回手札展開によってるんで、なんか黒シープとか出しに行ったらいけっかな。ちょっと待ってくださいね。これでいいのか。こうして、蘇生して、イゾルでしてかな。黒シープ出す。黒シープがね、獣族なんで、これも相性はいいです。ちなみに。融合素材としてね。
はい、でちょっと待って、まあ、出していいなこれ、出してよくて邪魔にならないこと出しといて、でここで5円出しゃいいのか、ここで5円出しに行って、でライトハートイゾルでスケアクロー、あこれビサス蘇生したかったか、ビサス蘇生した方が無駄がなかったせいだな、まあいいや、これまた、あ、なんか展開によってるんで多分テクとか多分いけると思うんですけど、これいけなかったらやばいな、いけなかったらなんかこんななんかこねくり回した後にトライヒャード出すだけでみたいになるけどになるんだけど、なんかあの展開力がすごいから多分なんとかなると思うんだけど、ライキハードいくでしょ、でイゾルデ効果発動します、でこれで、AD チェンジャーを墓地に落としつつ、あと特殊化しつつ、プロキシーか、プロキシー、ここでプロキシー、なんかちょっと無駄、なんかリンク値1無駄にした記憶ある、あの気がするな、でプロキシー出す、ほんでアストラウドが融合モンスターなんで、クロシープのリンク先に出すと自分の墓地からモンスターが蘇生できるんで、でビシャス出して、で効果発動して、はい、でこれで獣族を蘇生して、コスト獣族2体になるんで、プロキシ F マジシャンの効果使ってマスターオブハム出しに行って、意味不明モンスター出る意味不モンスター爆誕、はい、あまりにも意味わからなすぎて誰だよお前で裏守備お前誰やねーからの、トライヒハートですね。はい。まあまあ、大体同じですね。これは、ちなみにトライヒハートか、出せなくても、バレルガードを出して、リンク値が余ってれば、バレルガード出してリバースもできるんで、イゾルデに行けなかった場合は、バレルガード出してください。はい。バレルガードドラゴンで表側にするっていう感じですね。で、スキアクロー、トライヒハートの効果発動して、獣族モンスターを、出しつつ、次のターンのリソースを構えておき、はい、ちなみにディファングの効果は結構強くて、スギアクローモンスターが対象に取れなくなるんで、結構強いですこれ、はい、なんで無限保有とか聞かなくなります、トライハードが、はい、でデウス、はいはいはい、対戦よろしくお願いしますはい、対戦よろしくお願いしますデュエル3倍これこの盤面結構強くねえか、やっぱシークレットパスグレーズ、はい、無限包容効かんくて、トライヒハートは。まあ、一応デウスエクスクローラーには聞いちゃうけど。ただ、トライヒハートがやっぱ、じゃあ、イビルツインはちょっとリンクモンスターなんであれですけど、リンク展開とかしてこないようなデッキだったら、ちなみにあれですからね、今、実はテンパイリューにもまあまあ勝てると言われてます。スキアクローは。これなんでかっていうと、あれ、ディファングが対象体制付与されてるから、禁じられた一しずく以外は、ケアできるからですね。禁じられた一しずく以外はトライヒハートが守られてて、なんとかなると。でリトルナイトも無理、無限包容も無理、まあそもそもシンクロモンスターでは突破できないから、トライヒハートは守備表示になって効果がないからね。だからブラックローズドラゴンで破壊されないとか、月下流でバウンスされないとか、いろいろあるん でさらにそこにディファングがあるとリトルナイトもケアできるしっていうことで、スキアクローは結構今強いと言われてますね。さらにディファングを発動しておくことによってさらに強くなるみたいな、硬いみたいな。でちなみにこれスプライト展開とイビルツイン展開してくるんですけど、本来であればだから展開でマスカレーナ、リトルナイトとか、あとキスキュリリーダーとか全部効いちゃうんですよ、トライハートって。まあディファングがあるから今回効かないけど、対象取る効果効かないんでね。ディファング破壊してなんか相手のモンス、リトルナイトもう一回出してとかだったら除去されちゃうんですけど、残念ながら今何がフィールド上にいるかっていうと、デウスエクスクローラーっていうぶっ壊れモンスターが盤面にいるんで、デウスエクスクローラーがいる状態だと、モンスターの効果が、フィールド上で発動したモンスターの効果が全部無効になるんですね。なんで、キスキルリーラー、リトルナイト、全部無力化できます。強すぎます、これ。このモンスターが強すぎる。デウスエクスクローラーマジやばいよな、このモンスター。本当に。出た!シコリッツインズ、ロイヤル加工!いいな!マジかよ!自慢しに来ただけ!自慢しに来ただけ。いくさ。割とハンド強くねこれ。結構なんかいけそう。誘発なんもねえけど。
ドラグーンオブライトロード、例えばドラグーンオブレッドアイズがマスターデュエルでは解放されるのか田舎問題について話していきたいんですが、やることないんで、ドラグーンオブレッドアイズさすがにあれですよね、アナコンダが生きてるマスターデュエルだと許されませんかね。ドラグーン結構好きでさ、ドラグーン実装された当初は結構使ってたんですよね。僕アナコンダでまあレッドアイズフュージョンコピーしたら出せるからね。で結構思い入れがあるし、あと僕なんだっけ、年末箱かなんかだっけ入ってたの確か、ドラグーン入ってたなんか特別ボックスみたいなやつね、あれ確か5、6ボックスくらい買って、なんかドラグーンめっちゃ当たって、しかもなんかその中の1枚トゥエンティースでさ、なんかめちゃくちゃアドットって うわーって叫んだ記憶あるんで、まあ、その動画あってるかよかったら見てほしいんだけど、確か開封動画があるから、ね、思い入れがあるカードなんですか、まあ要するに、だから解放はされてほしいさはある。正直アナコンダなんかあれじゃね、生きてはいるけどさ、メインデッキにゴミめっちゃ入るからさ、ワンチャンなんか許される説ない？ないか。出たらめっちゃ強いんだよなあいつ。なんか対象に取れず破壊されないっていう意味わかんない体制と、モンスター効果無効にしつつ謎に余計に打点が上がるっていう効果もあって、マジで強いんですよね。まあ、正直でもぶっちゃけ粛清なる守護者ローガーディアンの方が強いです。同じようなことなんで、粛清なる守護者ローガーディアンやってることが、だからローガーディアンとか許されるんだ、まあ、出張性能はちょっと悪いけどな、あれの方が、ただちょっとメインデッキにゴミ入るから許してくんねえから、アナコンダドラグーン許される世界線でやってほしい。あれどっちかっていうとさ、アナコンダドラグーンが悪かったっていうよりかさ、あれさ多分さ、リリーサーが悪かったんだよね。リリーサークラウストラスの方が強くてさ、どっちかっていうと、あとリンクロスか、リンクロスとリリーサークラウストラスがいた時が一番やばかったんだよな。ドラグーンが強いっていうか、あれはリリーサークラウストラスが悪い。エアロシャークかな、これエアロシャークではない、トランザクションロールバック、わからんな、これナイトメアデーモンズ来た、やばい、おいおい、やめろ、自爆解放か、自爆解放、あでも自爆解放はこのタイミングでは発動しないか。ナイトメアデーモンズは、トークン、なんかトークンかわいいな、このトークン。トークンが破壊されたら、なんかコントローラーは、800ポイントのダメージを、食らうっていう謎、カードですね。トークンのさ、打点結構高いの、割とね、いいよね。でも、デモンズトークンみたいな謎のトークンね。ナイトメアトークン。リプロドックス。何これ。ライトロード、サモナー、ルミナス、で、ティアラメンズ、キシャトリア、はい、どうぞ。何？これ何がしたいのこれ。ナイトメア デーモンズトークンを送りつけた上で、リプロドックスの何？種族宣言、属性宣言。炎属性？は？炎属性だと？祝神像、ケルドーの効果。あ、大いなり火、やばいやばい。大いなり火はちなみに、バーンダメージ、あ、これ2000バーン入るな。やばいな、確かに魔法使いだわ、あれ。なんか謎にライトロード、シャーマン・ルミナスが魔法使いであることによって大いなり火が特殊化され効果、2000ダメージで俺のフィールド上のモンスター対象に取り、うざすぎる。いた、いった。え、これもしかして俺死にます？なんかナイトメアデーモントークンさ、なんかさ、ぶっ壊されると800ダメージだからさ、2400入るんだよね。ペインゲイナー、はぁ。ペインゲイナー、はぁ。セブンシンズ、はい、どうぞ。把握。サンサーラ、はい、サンサーラは回収ですね。ガンドラクロス、何？え？は、4000、4000、2000、800、800、8324、2400足す4000、4000足す2400、6400、あっ、あっ、いった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 、いってー。